よし、じゃあちょっと練習しましょう。あ、了解です。あ、ダメだ、これすぎ、これすぎ、これすぎ。ちょっと見てないときに何を、ちょっとダメですよ。あ、ちょっとやってください、やってください。あ、いいですね、いいですね。そうそう、あ、そう、フルオートで、そう、斜めに変な走り方。いいですね、いいですね、いいですね、いいですね。当てちゃダメ、当てちゃダメ。あ、当てちゃダメ。キルレゼロのキヨキヨくんですから、あなたは。了解です。あ、当てないように。そうです。あ、当てた。当たってる、当たってる。バチバチ当たってる。あと、あの、発声練習しましょう、発声練習。あ、じゃあ、あの、キヨキヨくんでよかったかな。あ、はい、大丈夫です。じゃあ戻りましょうか。そんな感じでお願いします。了解です。はい、というわけで今日はですね、 DVS 謎さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。今日ちょっと面白い企画をやりたくて、以前ですね、金原さんのドッキリにかけたヤザマンさんって方がいらっしゃるんですけど、その方をあのまた心温まるドッキリで騙してあげたいなと思うので、今日はですね、謎さんにちょっとご協力いただいております。企画はですね、初心者キッズのふりしたモサということでまあありがちな企画なんですけど、よろしくお願いします。お願いします。よし、じゃあ早速ヤズマンさんのところに行って呼んできて、それで謎さん呼びますんで。はい。で、謎さんのサブアカというか、作っていただいたのがキヨキヨくんというアカウントを作っていただいたので、やっていこうと思います。あ、お疲れ様です。よいしょ、お疲れ様です。お久しぶりです。お久しぶりです。ちょっとお疲れさん。よいしょよいしょ。すいませんね、忙しいところ。いや、全然全然。申し訳ないです。謎っていう人がオンラインしてる。あ、それあの、あれですよ、リスナーさんです。あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、今日の企画なんですけど、はい。あの、僕がなんか夢企画みたいな、はい。視聴者さんと一緒に回るっていう、はい。そういう緩い企画。はい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 。そういう緩い企画で、はい。ね、まあお察しの通り僕はそんなに上手くないので。いや、そんなこと言って最近笑ってるやないですか。いや最近見てて思いますわ。そう、まあそんな感じの緩い企画なので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あー、緊張してきた。じゃあ少年呼びますね。はいはいはい。一応ね、情報があるのが、はいはい、中学2年生かな。ちょっと中学2年生。はいはいはい。え、視聴者さんと回るのに僕いて大丈夫なんですか。あ、いや、一応ほら、あの、ヤザマンさんいたら腕も立つし、あの、いや、どこ、いや、おかしいな。勘違いしてるな、間違いなく。で、さらに言うと、僕もう饒舌ですから、はい、まあちょっと僕もあの、視聴者さんとね、こう、一対一だと、場が持たないというか。え、どうぞ、あ、そう、頑張りましょうか。よーし、喋るぞなんかクラロワの時の視聴者さんがたまたま当たっちゃったんですよ。そういうことですね。そうなんですよ。名前がね、キヨキヨって言うんですよ。え？いや、あの、違います。あの、多分クラロワファンだからでしょうね。ああ、そうです。あら、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。キヨキヨくんですよね。あ、はい、そうです。すいません。じゃあ、あの、キヨさん、お願いします。いや、申し訳ない、なんか、あの、誰なんお前って思うと思うんですけど、ヤザマンと申します、よろしくお願いします。あ、お願いします。お願いします、すみません、お願いします。いや、やっぱね、ヤザマンさん、やっぱ会話うまいですからね。いや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 、もう恥ずかしいっすわ、そんな会話のプロにそういうこと言われると。初期垢じゃないですか、ちょっと、大丈夫。あ、3回やってらっしゃるんですね。あ、まだ1回も倒したことないんですか。まだ、昨日始めたばっかりで。昨日始めたばっかりなんですか。そうっすね。あれだよね、あの、キヨキヨくんってクラロワ勢だよね、だってね。そうっすね、キヨキヨさんのファンです。キヨキヨさん、あ、クラロワのその界隈にキヨキヨさんっていう方がいらっしゃるんですね。っていう王様がいるんですよ。王様。キヨキヨさんファンなのかな、この子は。そうですね。じゃあとりあえず行きましょうか。行きましょうか。お願いします。誰か今スクショ撮りました今。違います、あの、携帯の方で撮りました。今、僕、iPad なんですけど。音出て思ったと思って。思い出を。いや、思い出、思い出を。はい、ちょっと。キヨキヨくんは、あの、クラロワのトロはいくつぐらいなのかな。自分、2200ぐらいです。あ、なるほど。結構やり込んだライトユーザーですね。やり込んだライトユーザー銃とか撃ち方わかるかな。え、その段階。いや、昨日だから、その、とりあえずなんか一緒にゲームできたらっていう企画で。ああ、はい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 、はい、たまたま、クラロワの子に当たっちゃったっていう。いや、それ結構ミスじゃないですか。こんな角度でハッシュタグつけました、ちゃんと。いや、もう、キヨキヨくんのポテンシャルを信じるしかないですね。伏せちゃってるから、今、伏せちゃってる。あ、キヨキヨくん、キヨキヨくん、伏せちゃってる。とりあえずキヨキヨくん、立ってみよっか、一回。
立ってみようか。一回立つことから頑張ってみよう。それは伏せ、あのあれだね、しゃがま、そうだ。いやもう8時間ぐらい手伝うよ。もう、キヨキヨくん頑張ろう。8時間これからキヨキヨくんはもうクラロワ勢から荒野行動勢にとこう、そういう、今日はもうそういう目的で頑張っていこう。どんどん流していく感じで、はい、とりあえず一回ちょっとあれですね、人がいないとこ行きたいですね。じゃあもうクワガタっすね。いやクワガタ物資少ないっていう説ないですか。確かにそれもうやばい。俺こうやって上がってるわ。緊張して落ちてるわ。よくない。矢沢さん緊張してダメですよ。多分キヨキヨくんが一番緊張してますから今日は。いやですよね、キヨキヨくんごめんね、なんかバチバチ喋っちゃって。頑張ろうね、頑張りましょう。あ、キヨキヨくん、あの 1200m 前になったらダイブするんで、その出るっていうボタンで。オッケー。1200ってどこっすか。一番上に2600とか今2580とかそんな感じ。ありました。あれが1200しなったらダイブ。マルチにしときゃよかったな、失敗した。あ、確かに。しかもこれ届くかな。届かないな。いや、これはもう間違いなく届かないですもんね。とりあえずじゃあ行っちゃおう。今出てあ、まっすぐ。まっすぐ行って、まっすぐ。ヨガ君、それステイしてる。あ、したなんて言えばいいだろう。あの、画面を上に向けて、いや、なんて言えばいいだろうな。ちょっとじゃあ、ヤゾマンさん迎えに行きましょうか。はい。どこに車があるっちゃろうか、この辺は。あ、この家。ちょっとじゃあ、キヨキヨくんなんか死なないように頑張ってて、死んだらもう終わっちゃうから。キヨキヨくん死ないから、これ。ちょっとキヨくん頑張ろう。はい。よし、頑張ります。来たな。こっち来たな、キヨキヨくん。あ、キヨキヨくん、あ、見えとる。あ、見えとる。あ、俺の方がちょっと遠いまであるわ。ごめんなんか、キヨキヨくんごめんね。矢沢さん楽しいっすね、今日ね。いやー、もう間違いないっす。間違いないっすね。もう金バラがいない方が楽しい。もう間違いないっす。金バラさん二次災害。いいよ。あ、でも、究極、それ、SVD はね、ちょっと弱いかもしれん。あ、なるほど。この8倍スコープ強いよ。P9 が一番強いから。ありがとうございます。P9 が。P9 だけ持っちゃけば大丈夫。持っちゃけば大丈夫。あ、究極、それ、ジャンプするじゃん。そう。できました。やっぱ、あれですからね、P9 進めるってことは、日本語ができない外国人に、下ネタ教えるのと一緒ですから、それ。ああ、そんな感じですね。そんな感じ。もう、日本人が、もう、アメリカの英語の T シャツ着ときゃかっこいいやろう言うて、わけわからん。アメリカ人からしたら、もう、クソビッチみたいな書いてる T シャツ着ようと一緒。もう、恥ずかしいって。めっちゃ高回転っすね、今日も。いや、間違いない。いや、もう、緊張してるわ。キヨキヨくん。キヨキヨくん。いらないかな。めちゃめちゃ初期やか。じゃ、キヨキヨくん、俺、これあげようか。連射できるよ、これ。あ、それいいですね。あ、弾もうちょっとあげるから、じゃあ、これ。これあげる。これ拾ってくれれば。よし。かわいいな、なんか。いや、僕もこういう時期ありましたもん、やっぱり。ありました？え、キヨキヨくん、もうちょっとね、ガッて前に左手のボタンやったら、早く走れるっちゃう。どうですか？あ、いいっすね。あ、いいね。あ、いいっすね。いい感じ。いい感じですね。あ、キヨキヨくん、これは強えよ。これも、次はもう間違いないけ。あ、了解です。これ、どこにありますか？これ、上。階段をね、こう、登るっちゃう。キヨキヨくん、防具ってあるかな？防具。あ、いいですね。1ベストかな。これ取ってごらん、これ。あ、そう。リュックちょっともらっていいかな、おじちゃん。リュックだけもらって。おじちゃん。いや、これ、キヨキヨくん、ここまだ強いのあった、ここ。これの方が強いよ。あ、せい。あ、いいですね。よし。ヤザマンさん武器持ってます？いや、なんもないです。じゃあ、81使います？いや、拳で。さすがに拳やばくないですか？81使ってください、俺のやつ。とりあえず。あ、いいですか？とりあえず。どうぞどうぞ。じゃあ、81いただきまして。ああ、ちょっと今日、ヤザマンさん、ヤザマンさんでしょ、今。今日、それ、味方にも聞いちゃうやつやから、それ、レンガやね。あ、究極それガスじゃないかな。究極それレンガやね。究極それガスじゃないかな。究極それレンガやね。究極。ああ、めちゃ。まあ、目あったね、究極。めちゃ目が合ってるわ。ちょっと、もうちょっとアサリに行こうか。アサリに行こう。まだ足りないんだよね。足りないですから。石行こう。橋渡っちゃう、究極。あ、わかりました。アンチめっちゃこっちじゃないですか。いや、もう、究極くんの効果よ、これ。究極くん、ナイス！ナイスのゴリ押しすごいっすね。ナイスのパワーすごすぎじゃないですか、ちょっと。いや、あ、黒待った。黒ありました。キヨキヨくん来てるかな？はい、キヨキヨくん。キヨキヨくん、遅いな、歩き。もうちょっと、あ、ギャってこう、お前に、もうちょっとギャってこう。ギャって。ああ、一瞬早くなった。そう。ああ、一瞬早い。斜めになって、こっち。また遅くなってるな。キヨキヨくんこっちですよ。この車乗ろ。
この車、この車ギョギョ君に運転してもらっちゃおうかな、これも。いいっすね、うわ、えぐいな、またこれ。いやー、ギョギョ君に運転してもらっちゃおうかな。橋渡っちゃって、橋渡っちゃって出れなくなる、はい、これギョギョ君、これどうやって運転するか一回変わろう、じゃあ俺運転しようか。ちょっと一旦ね、一旦春馬さんにやってもらおうか。じゃあ結局乗ってもらう。そう乗ってもらって。なんでいけるわ。よーし、じゃあこの辺から漁っていきましょうか。いやもう始めたばっかりでもそんだけできる上等版も。じゃあちょっとおじちゃんこの辺漁ろうかな。そうですね。うん、じゃあとりあえずじゃあ記憶局奥の方に行ってもらって、ああ、はい、この辺で止めますよ。あ、了解です。はい。じゃあヤザマンさんとじゃあこっちで武装をしてるんで。そうですね。適当にお願いします。あと。はいはいはい。あとでちょっと集合しましょう。キョウキョウ君、敵いたらすぐ教えてくださいね。あ、わかりました。キョウキョウ君緊張してるんかな。やっぱなんか俺最初ハルパパさんとやった時ね、むちゃむちゃテンション上がってもでも何喋ってるかわからんぐらいだったやっぱテンション上がらん、うん、この YouTube で見よった人と実際にやる言ってさ、すごく嬉しいです。あ、よね。いや、わかるわ、その気持ち。俺最初エグかったもん。エグかった、エグかったよ。すげかった、あの時のテンション。もう、本当に脇も汗びっしょりやって、もうどうしたろうかの。あれ、今もテンションすごいですね、今。いや、まだ緊張してます、これに関しては。やっぱり慣れないな。面白いな。いや、慣れないな、全然。で、いいだって、今あれですよ、今。3人で会話してる部分の 90% を矢沢さん占めてますからね。あら、20% 抑えようかしら。それで喋りました。それで喋ってます。うん。いや、恥ずかしいな。いや、もうびっしょりやな。T シャツ1枚でやってるんですけどね、もう汗かくな、思って。この前もだって、何も喋られへんって、短時間喋った後に言ってましたから。全然喋れんやったっすね、今晩は。いや、キヨキヨくんね。いや、テンション上がるよね。嬉しいです。いや、嬉しいよね。わかるわ、その気持ち。俺も嬉しいですよ、そう言っていただけるとね。アサルトがないですね。いや、さっきくれたのはもしかして僕のためにですか。あ、もちろんです、もちろんです。いや、もうハルパパさんも本当になんというかな、好きになっちゃう。やっぱ人柄でやってますからね。いや、また好きに、やっぱ出てますね、人柄が。出てます。出てる、間違いない。そんななんか俺は AK 捨てましたもんね、今。恥ずかしくなってきた、自分が。結局、一応スナイパー持っとく。なんか一応、一丁一丁のがいいんじゃないかと思うんで。一応ゴルクマ拾ったからそれ記憶あげるよ。記憶くん SR は難しいよ。わしは足らんもん。難しいかもしれない。こんだけしよって。あ、持ってる。これ何持って、あ、何かなこれ。CS って書いてあるやつ。あ、いかつ。あ、CSLR4 ですね。あ、じゃあいいや。ごめん。なんでもない。ちょっと向こうが漁りたいな。ちょっと記憶乗れるかな。あ、はい。記憶これね、アンチっていうのがあるんやけどさ、それはわかるかいな。何ですかそれ。アンチってあるんよ。なんていうかな。安全地帯の略なんやけどね。はい。まあ、その安全地帯の外におったらダメージを食らってしまうんよ。はい。いやけどね、安全地帯の中にいたいわけね、みんな。で、俺らはもう注意したら安全地帯の外に行ってしまうわけよ。はい。いやけどね、その安全地帯の中に入るためにそろそろ移動。おお、ちょい。すいません、俺は、あ、間違えて誤射しました、俺。誰がですか。僕です、ごめんなさい。あれおかしいな、あれ今日始めたわけじゃないですもんね、こういうこと。違いますもんね。あ、じゃあおかしいな、誤射の量じゃない。キョキョくん、あ、キョキョくん、それまだ乗ってるかな。ちょっと様子で見てみようかな。あ、乗り出してもないね。ちょっと、どうしよう。キョキョくん、その車乗ってこっちに来れたりするかい。あー、それ壁やね、キョキョくん、それ、へい。あー、それも木やね。ちょっと敵は、あ、それも行くね。あ、あれマリオカットとかしたことないかな、キョキョくん。じゃあこれ取ったら行きますよ。オッケー、行こう。敵がちょっとずいぶん減ってきちゃってますね。いや、そうっすね。キヨキヨくんの記念すべき1キル目をこの試合で取っていこう。1キル取らせてあげたいっすね。いやー、それやっぱり1キル取った時の嬉しさっていうのは僕今でも覚えてますから。あー、わかります。このね、一戦をキヨキヨくんの思い出にしてあげたいっすね。してあげたいっす。キョキョくんもそろそろ暴れちゃってもらっていいですよ、もう頑張って。暴れるか。うん、矢沢さんも暴れちゃって。いやー、もう俺はもう暴れたくて仕方ないですよ。暴れたくて、暴れるくんで。キョキョくんなんかいるものあるかい。これ敵にそろそろ余ったな。どの辺おるっちゃろか、これ敵。キョキョくん顔出せるんだ。危ない、キョキョくん危ない。キョキョくん危ない。いや、今の矢沢さんが危ないだけですから、今の。運転が下手くそっていう致命的なのさ、これだ。おー、なんか撃たれてるよ。撃たれてますね。いや、多分後ろやないか。あ、じゃあ、ちょっと車がすごい。
ごいよ。すごいすごいすごい。究極危ない。よし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 。よしまで行きます。あ、345とかじゃないかな、究極。345わかるかな？345って上に書いてるのさ。あー、いいね。究極、気をつけて、究極。暴れちゃダメだよ。気をつけて。どっかで通るね。時間におると思うけど。究極。おおおー、なるほど。え、究極？待って、285に車おる。え、4曲くって、おった。ちょっと待って。あ、おったおった、いや、早ないよ、おい。え、ちょっと待って、俺、早いよ。え、うん、ダメ、な、何それ。何してんの。あ、え、あれ、え、めちゃめちゃ気にするよ。なんか動画とか見たのかな。いや、え、そんな、え、あ、あ、でも、ハルパパさん、そんな動き、あんましてんよ。まあ、でもね、あ、いや、おお、車、ちょ、僕も連れてって。あーってこと、オッケーオッケーオッケー。あれ、人格2個ある系男子。あー、ちょっとですよ。おお、ナイスナイスナイス。究極ナイス。いや、究極くん、たまたま当たったのかな、今。究極くん、あ、今アシスト、じゃ後ろ。究極くん、後ろよ。究極くん。うまい。100キロ俺任して。あ、やばい。究極くん。ちょっと。あ、パルポコさんの。あ、ちょっと、やばい。やばい。矢沢さん、すいません。いや、ハルパさんは割といつも通りですけど。よいしょ、こういうこと、キルスラッチ。矢沢さんがやっぱキャリーしてくれると助かります。あ、ですよね。よ、キュ、キュ、究極まだあんまりキルスできてないでしょ、正直。おお、ナイス。どういうこと？ちょっと待って、あれ、究極いつ始めたんやっけ。俺59だ。昨日始めました。ちょっと、え、でも結局3センチのキルは見たんよ俺。一回ホーム。でも3キル380。はい、というわけで、今日の企画はですね、はい、初心者のふりしたモサですね。モサ、ありがとうございます。いや、呼んでー。いや、とりあえずさ、一旦ちょっと記憶本垢で来てもらっていいですか。あ、了解です。車乗れんかて、お前。記憶、バチバチ乗れるやん。ヤズマンさん呼ぶ前に、ボット歩きの練習とかしましたから、今。ボット歩きの練習はずい、俺。記憶。はい、というわけで、DVS の謎さんですね、今日は。いや、もう、いやもうそりゃそうだない。弟とおかんに言われませんでした。人は黙っちゃいけんよって。さよならまたね。